い、ということで新潟の中里ってところにあるスキー場来てるんですけども、ちょっと午前中ねスノーボードやったんで、もしよかったら下の概要欄からね見てください。ということでちょっと午後はですね、はい、一応ねあの動画でもね質問コーナーとかで行ったことあると思うんですけども、一応ねスキーやってたんですよ僕ね。ここにスキーの2級をね一応持ってるということで、雪国の人ってさ体育でスキーやるじゃないですか。スノーボードじゃなくてスキーやらさられますよね。僕もやっぱ小学校の時はスキーやってたということで、おじいちゃんにね教えてもらって小1の頃からやってたんですけども、やっぱね若気の至りですよ、スノーボードやりたくなっちゃったんでね、高校2年生3年生の時ぐらいから、やりだして、ぶっちゃけスキー久しぶりなんでできるか分かんないです。一応ブランクはあるんですけども、感覚が残ってれば多分できると思うんでね、午後はスキーをねやっていきたいと思います。カメラ持ってるから今回はストックなしで行きまーす。超久しぶりのスキー、リフトまでノンストップで行きたいと思います。レッツゴー。めっちゃスピード感だこれ。チャレンジコース傾斜確か32度と書いてあったかな。それぐらいのところ行きたいと思います。これはえぐいで。何これ、ベイマックスだよねこれ。